南東方向から見た、あずまつつみワンハン、あずまつつみワンハン5から9棟。手前は東運駅、あずまつつみワンハンは、香港新海大所産という喜び東街1号に位置する大型住宅である。香港鉄路、常元町業地産、新世界発展、太古地産、常高地産、新しい広し地産が開発に携わり、 1999年8月から12月にかけて完成した。初期段階の価格は平均して3138本コンドル。8棟の29階から43階の住宅とクラブハウスから構成され、2158の部屋井と507台の駐車場が存在する。あずまつつみワンハンの設計は、後藤博建築士有限講師が担当し、 1999年の香港建築士学会で銀メダルを獲得している。第4棟は建設されていない。主要施設には8万平方フィートのクラブハウス、円形広場、庭園がある。クラブハウスは2層になっており、屋外プール、ジャグジー、テニスコート、バスケットボールコート、屋内多目的運動場、フィットネス室、自動遊具が設置されている。 住宅周辺には、MTR、のぼるつぼ360の東遊駅、バス停留所、東遊郵便局、東有遊 UH 大型ショッピングセンター東、会場が存在する。ありがとうございます。